んにちは。太極拳インストラクターの竹内健二です。今回の動画は24式太極拳提案シリーズをお送りいたします。24式太極拳の動作、表現方法、イメージ、用法や練習方法と様々な太極拳の法則をお伝えいたします。動画では提案部分と24式太極拳を一緒に通す部分で構成されています。ぜひご覧ください。24式太極拳23番、シーズーショー。平井の手には緩い禁止事項があります。シーズーショーで膝を伸ばし、肘を伸ばして手を前に押し出す動きでは、平井の手に緩い禁止事項があります。その禁止事項とは何でしょうか。皆さんがシーズーショーを行うときに、想定として皆さんの右の手首や右の肘に相手の案があって、その案を外すというのがシーズーショーの表現の一つと仮定しましょう。ここで手を伸ばしてしまうと相手に押されてしまいます。相手が壁になって皆さんは押されることになります。そこで左の手で相手の手を払うとなります。相手の押した手を外すことになります。実用では右の小指を支点にして親指を手前に倒していく、内線をかけることによって押した相手の手とご自身の手の間に隙間が生まれますので、そこを左の手で外していくというのがシーズーショーの考えの一つになります。道路では右の小指を支点にして手を下に向けてしまいますと肘が詰まってしまいますので、自然な範囲で肘を伸ばして結構ですが、ここで肘を伸ばすというところが肘を突っ張るまで伸ばしてしまいがちになります。太極拳ではご存知のように突っ張った状態を嫌いますので、やや指が内側を向くような形が良いかと思われます。そこで左の手には緩い禁止事項が設けられています。左の手のひらで右の前腕上側を撫でなさいや、左の指で右の障害炎を撫でるように手を動かしなさいというような口伝が存在します。撫でることによって結果的になだらかなカーブを持たせることを目標としています。突っ張りではありません。肘を伸ばしてそれが突っ張ってしまう状態にありますと、相手に引かれた時に前につんのめりやすくなります。ここで突っ張る手前までとどめておいて、もし相手に引っ張られても対応できることに太極拳では重きを置いています。故にやや指が内側に向くぐらいの方が突っ張るよりも相手への対応が可能となると言われています。今回のまとめになります。シーズーショーで左の手には緩い禁止事項が入ります。それは手のひらで左手のひらで右の手の前腕上側を撫でるや、左の指のあたりで右の障害を撫でるというような口伝があります。これは肘を突っ張らないで動きなさい、間接的な表現で肘を突っ張らずに弧を有するような形に導く方便になっています。それでは一緒に24式太極拳の道路を通しましょう。
今回も最後まで動画をご覧くださり誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。